番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。少し内より 1,2 コースが遅れたスタートになりました。それでも2人伸び返していきますが、3コースから3番の石塚まくってくまくり炸裂抜け出しました。そして後方ちょっともつれまして、アクシデントが出ています。1マークです。スタートは前提正常でした。3番の石塚先頭、2番手に4番ミスミで、これから2マークの旋回に移ります。1マークでもアクシデントが出ていまして、確定2マークの旋回です。なお5番の加藤は妨害のため失格です。また1番の栗原は転覆のため失格です。1周1マーク、1番の栗原転覆失格、5番の加藤妨害失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしてきました。インから1号艇の松本ですが、これはスタート踏み込みすぎた模様です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。1号艇松本和樹フライング変換欠場。1号艇松本和樹フライング変換欠場です。1番の組に関する投票権すべて返還となりますので、お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちくださいませ。1番、2番、4番、3番、6番、5番スタートしました。センター3コースは4号艇の金子、4コース角は3号艇の藤田、1マークへ向かっていきますが、陰線からは1号艇福田、4号艇金子が握って内をついていくのが2号艇の永瀬、あるいは3号艇の藤田、向こう上面ですが、ここは差していった2号艇の永瀬がトップに立ちました。現在リードは1点四半でスリットラーを通過。スタートは前提正常。2番手3号艇藤田が続きますが、内側から6号艇村上が上がっていっての1周2マークです。2マーク2番手ですが、3号艇の藤田握っていきますが、ここはアクシデントになってしまいました。レースはこれから2周目に入っていきますが、3番の藤田が転覆しています。現在体勢は2番、6番、1番で2周第1ターマークに向かっていきます。なおここでお知らせいたします。3号艇藤田選手は転覆失格、3番の藤田は転覆失格となりました。1番、2番、3番、6番、5番、4番スタートしました。インコースは1号艇の相馬、2コースは2号艇の鹿島、1マークへ向かってはインから1号艇の相馬が逃げていきます。2号艇の鹿島が内を狙って、後方ではアクシデント、3号艇の大石が落水しています。バックの中間地点、スタートは正常、スタートは前提正常でした。1周2マークへ向かっていきますが、ここでお知らせいたします。3号艇大石選手は落水失格、3番の大石は落水のため失格となりました。1番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。2号艇の中村、いいスタートを切りました。さらにセンターからは4号艇の武田、1周1マーク、1号艇、下田をまくっていく。2号艇の中村、外からは4号艇の武田、おっと、1周1マーク、いってバランス崩しました。そして1号艇の下田にもアクシデントがバックストレッチ。2号艇、中村、4号艇、武田、そして3番手、6号艇、岸、5号艇の篠宮が4番手です。1号艇の下田は立て直しています。1号艇の下田、立て直してバックストレッチのレース、スタートは正常でした。スタートは正常でした。このレース3号艇の山田、アクシデントがありました。失格となっています。1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。4号艇の西岡、いいスタートを切りました。1号艇の宮崎も好スタート、1周1マーク、1号艇宮崎逃げる、2号艇木村の差し、間からも3号艇の加藤か、1号艇の宮崎ですが振り込んでバランス崩しました。1号艇の宮崎アクシデントがありました。このレーススタートは正常でした。スタートは正常でした。1号艇の宮崎アクシデント、1周2マーク、3号艇の片岡、2号艇の木村、3番手6号艇上田の内からは5号艇の西野、外は4号艇の西岡が広がっています。レーサー2周目に入っていきます。3号艇片岡が先頭で2周1マークの旋回です。
1号艇レスキュー避けて3号艇片岡、2号艇木村が2番手、3番手6号艇の上田です。上位体制は3番2番6番の体制です。4番手5号艇の西野、4号艇の西岡育美、5番手最後方ということになります。2周にマーク、3号艇片岡、2号艇の木村、6号艇の上田、レースこれから最終周回に入っていきます。4番手5号艇西野、4号艇の西岡最後方です。このレース1号艇の宮崎落水失格となっています。1番と番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。1号艇の佐々木、わずかに好スタート。1周1マーク、1号艇佐々木が逃げる、3号艇の秋山がまくりに行く、2号艇中田の差し、5号艇の片岡まくりに差してくるバックストレッチ、1号艇佐々木粘って先頭もへさきかかる、2号艇の中田の内から5号艇の片岡、3艇主導権争い、4号艇松尾、3号艇の秋山広がって、最後方6号艇岩崎、スタートは正常でした。1周2マーク、5号艇片岡先手打つ、懐からは2号艇の中田と1号艇佐々木でスタンド前、1号艇佐々木、間2号艇中田、外から5号艇の片岡、時計前1号艇佐々木、2号艇の中田、センターの追加、1停進から2停進差で5号艇の片岡外、競り合う1号艇の佐々木と2号艇中田、内鋭く5号艇片岡、バックストレッチ、5号艇の片岡、内鋭く2周1番からバックストレッチ、抜け出して5号艇片岡、先頭2番手争いとなりました。1号艇の佐々木が内、外は2号艇中田。2周2マークの旋回です。2号艇中田が外握っていく、内からは1号艇の佐々木でスタンド前、外いっぱいのところ、2号艇の応答、2号艇中田消波装置乗り越えてしまいました。2号艇の中田は消波装置を乗り越えるアクシデントがありました。最終周回1マーク、5号艇片岡先頭、1号艇の佐々木が2番手、3番手が3号艇の秋山で、上位体制は5番、1番、3番の体制です。4番手4号艇の松尾、6号艇の岩崎が5番手、最後方2号艇の中田ですが、消波装置を乗り越えるアクシデントがありました。失格となっています。1番2番4番6番3番5番でスタートしていきました。ヒエラ0台前半、さあ3号艇ヒエラチルト、サンドが0台前半、篠崎も0台前半なんですが、これはひとたまりもないというところで3号艇ヒエラがまくり切っています。2番手は2号艇の高倉が優勢で、3番手は4号艇岡本、5号艇森の攻防に、5番手1号艇篠崎、最後方を離れて6号艇現場、スタートは前提正常でした。3号艇ヒエラがトップ、2番手4号艇の岡本やってくる中で、2号艇高倉かわして、そして3番手は4号艇の岡本、わずかに優勢の3人4、3番、2番、4番、レースは2周目に入ります。3番手争いは5号艇森、1号艇篠崎、あまり差がなくついそうです。3号艇の比江田がトップ、そして2番手、2号艇の高倉で2周1マーク、3番手は4号艇岡本、3人4、3番、2番、4番です。後方は5番、1番があまり差がなく追走も、3番手一歩優勢、4号手岡本、最後方大きく離れて6番です。さあ3番手争い2周2マーク、内から5号手森がやってくる、4号手岡本はここは行かせ出しの形で3番手奪い返しに行きますが、1号手の篠崎が少しこれアクシデント模様かというところで、3番手は4号手岡本わずかに優勢、最終周回です。1号艇篠崎は落水失格、1号艇篠崎落水失格となっています。1番2番3番4番5番6番ですスタートしていきました。それぞれが踏み込んだ、さあ0台際まで行ったといううちの3人あたりではありますが、1号艇三松が先に回る、3号艇赤井が外、2号艇福山差して、あとは546、さあ1号艇三松ある程度突き放しながらの逃げ、これが理想ということになりそうです。なおスタートは前提正常でした。2番手は3号艇赤井で、そして今ちょっと後方は行って4号艇が高速ストップのような状況ですが、1番3番そして3番手は2号艇の福山の132、4号艇の柴田は今高速ストップのような状況で、レースは2周目です。
後手が2周1マーク、ちょっとまだ4号艇、柴田は高層ストップのような状況、1番、3番、2番。4号艇、柴田は不完走失格です。4号艇、柴田は不完走失格です。1番、2番、3番。4番、5番、6番です。3秒前。スタートしました。6艇ほぼ揃っていきました。予選競争の第4レース、1周の1マーク、インから1号艇の中島が逃げて、2号艇の小池差しに構えましたが、これは少し波に入って外を待った3号艇の三笘です。1号艇の中島、そしてまくった3号艇の三笘、1番と3番ほとんど並んでいます。スタートは前提正常でした。さあ1周の2マーク、先頭争いから1号艇の中島が先に回って、続いて3号艇の三笘、その内側から2号艇の小池が入ります。先頭は1号艇の中島慎二が振り切った。単独先頭1号艇中島慎二、2番手が3号艇の三笘、3番手が2号艇の小池、上位体系1、3、2。2周1マーク、トップで1号艇の中島に続いて3号艇の三笘、3番手2号艇小池の内側攻めてきます。4号艇の常積が追いつきました。2号艇の小池を捉えてきたのは4号艇の常積、4番と2番並びました。3番手接戦、2周の2マーク、前の2人は1号艇中島と3号艇の三笘、3番手は4号艇の常積、2号艇の小池は攻めようとしてバランスを崩してアクシデントとなってしまいました。上位の体型が1番、3番、4番で最終周回です。なお2号艇の小池公雄が転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇、2号艇、好スタート。1号艇の武井と2号艇の楠原です。1周の1枠は1号艇の武井がインから回って2コースから2号艇の楠原が差していく。その内をついて4号艇前川、外を待った3号艇の小池、逃げる1号艇の武井の位置に2号艇の楠原の差しが届いています。スタートは前提正常でした。2号艇、1号艇並んで追いかける3号艇、4号艇。1周の2枠は2号艇の楠原が先に回って、3号艇もやってきて1号艇の武井は攻めることができませんでした。先頭抜け出したのは2号艇の楠原翔太、1号艇の武井2番手の位置、3番手はまだ接戦ですが、4号艇の前川の両サイド、5号艇、3号艇、さらには6号艇。2周1枠、2号艇の楠原がトップ、2番手は1号艇の武井、3番手はもつれ合っていますが、逃げて回った4号艇の前川のうちに5号艇の峰重が並んでいます。さらには3号艇の小池が外から、内からは6号艇の吉田も手を伸ばしていきます。3番手は大接戦で2周2マークの攻防に向かいます。前の2人は2号艇、1号艇。さあ3番手、まずは6号艇の吉田が回ってきた。4号艇の前川はアクシデントとなりました。6号艇の吉田の内側に5号艇の峰重が入って、3番手は5番と6番が並んでいます。最後の1マーク、トップは2号艇楠原、続いて1号艇の武井です。3番手は3号艇の小池がやってきて、握って回った5号艇の峰重、刺したのが6号艇の吉田です。3番手は5号艇の峰重がわずかに前です。なお2マーク付近におきまして、4号艇の前川盛次が転覆のため失格となりました。